こんばんは、対談の時間になりました。今夜はですね、パンダ観光のヌフさんに来ていただきました。ヌフさん、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。パンダ趣味のパンダをやってるヌフです。はい、もうよろしくお願いします。お願いします。はい、では簡単なご紹介、お願いします。関西の、難波市までパンダをやっているヌフフと言います。はい、もう本当にヌフフさんのこの、パンダさんは結構目立つし、この格好のパンダさんっていうのも割と珍しいし、また後ろにいつもお野菜抱えてますよねそうですね。もうすぐ目立つので、多分見たなんて通りかかりに見た人もたくさんいるんではないかと思うんですが、じゃあまずですね、ちょっといろいろな質問からいきたいと思うんですが、ヌフフさんというお名前、すごく珍しいのお名前だと思うんですけど、これはどこから来たんですか？某ゲームのキャラクターにフフフというキャラクターがいて、はいはい、お、以前別のゲームでその名前を登録しようとしたところを弾かれてしまって、はいはいはい、自分ひらがな入力で普段入力してるんですけど、はいはい、まあ、負の隣はぬってことで、数字の1と2ってところですね。で、簡単にぬふふと入力する。なんか本当になんて言うんですかね、こう笑い声のような明るい、またなんか面白い、こう、なんか面白い名前だなと思ったんですけど、そういう理由だったんですね。単純にキーボードの配列による、はい、名前です。なるほど。日本ケーブキーボードっていうのも、まじまじと見てしまいましたが、それでヌフフさんになったわけですが、ヌフフさんは、ヌフフさんとしては、この仮想世界といいますか、インターネットもかなり昔からいろいろなことをされてらっしゃるんですか？いえ、まあ、これまで特に、いろいろやっていたというわけではないんですけど、うん、まあ、セカンドライフ初めてがいろいろ多いですね。なるほど、なるほど。ちなみにセカンドライフに入ったきっかけといいますか、始めたきっかけというのは何だったんでしょう？きっかけはテレビのニュースを見て、まあ、興味を持ったという感じですね。ああ、それはいつ頃でしょう？結構前ですかね。2007年ぐらいだと思うんですけど。で、すぐ、まあ、セカンドライフに入られたんですか？いえ、それで、まあ、普通に検索して、うん、まあ、セカンドライフのサイトは見つけたんですけど、はいはい、英語のみだったので、登録の仕方が全くわからないというような状態で、なるほど、挫折みたいな感じですね。最初は確かに最初はもう日本語も対応してなかったですからね。ページもありませんでしたし。なるほど、なるほど。じゃあそこから、じゃあ結構ブランクがあって、セカンドライフに今日本語化されてから対応してこう入ってこられたっていう感じですか？そうすると。そうですね。日本語のサイトができた後に、なんとなく、ふと検索したら、登録できたので。なるほど。それでログインしたっていう形ですね。そうでもって、まあ、結構、まあ、それは2008年ぐらいっていうふうにお聞きしても、まあ、1年ぐらい経ってからこう入ってみて、はい、最初に入った印象はどうですかね？まあ、最初も、まず、チュートリアルが全く理解できないということを。確かに。周りに何人か人はいるんですけど、なんか、全員英語で喋ってるし。はい、リンデンのチュートリアルの方行かれたんですね。多分そうですね。公式の方から普通に登録しちゃったんで。なるほど、なるほど。うわ、確かにそれはわけわからないですね。そう。看板も英語ばっかしですからね。はい。そうそうそう。自分全く英語はできないので、はい、もう全く右も左もわからない状態で、ポツンと。なるほど。で、インベントリーとかを開いてみても、全く英語で。はいはい、確かに全て英語ですからね。そう。全て、何をすればいいのかわからないみたいな状態で、迷った記憶ありますね。なるほど、なるほど。で、実際にその中で、なんていうんですか、この広い広大な、まあ、セカンドライフの中にポツンと落ちて、まあ、いろいろあると思うんですけど、どんな、まあ、印象といいますか、あれですかね、まあ、初期アバターとか、いろいろあったと思うんですけども。そうですね、初期アバターがしょぼかったり、あとはその、着替え一つも、全く操作が理解できないとか。はいはい、普通のゲームなどと違って、その、はいはい、なんか、操作方法が独特すぎたので、最初かなり戸惑いましたね。
なるほど、なるほど。そうです。おまけに、日本語の情報もそんなに揃ってたわけではないでしょうし、やっぱそういう面でも、やっぱ障害は大きかったかもしれませんね。操作は確かに難しいですよね。ですね。ひとまず矢印キーで動けて、ページアップで飛べるっていうことを身につけるぐらいが、やっとこさみたいな感じですね。私もですね、このセカンドライフに入って恥ずかしい話、多分2、3週間は自分の顔を見ることができなかったんですよ。ああ、確かにカメラ操作を覚えるのはかなり熱かったんで。そうですよ。だから自分の顔が見れないんで、どんなアバターかわかんない、なんかすごいこう違和感を持ちながら、なんか最初のこううろうろしてたっていうのがあって、やはりやっぱ難しかったなっていう記憶があるので、すごくわかりますね。で実際にでもまあそんな中で入ってその今あるパンダになったっていうのはどのくらいしてからなんですか？登録が3月1日だったんですけど4月、はいはい、中頃にはもうパンダになってますよね。おお、いや素晴らしいですね。そんなに早くアバターが固定されるって方も珍しいじゃないですかね。なかなかいつも迷ってしまうのに、ですね。まあそれかずっとこのジャイアントパンダなので。おお、なんとも。あれですよね。遠くからも目立ちますし、このカゴを担いだパンダっていうのに限って言うと、本当にもうどこでもあんまり見ませんので、すぐわかりません、ね。アヌフーさんが言ってますね。日本の人にも何人かパンダはいるんですけど、はい、なんとかジャイアントパンダはいないという感じですね。そうですね。私も今日はですね、気をつけなきゃいけないんですけども、ついついですね、大きなパンダを目の前にすると、パンダさんって呼んでしまうことがありますし、もう本当にね、そういう間違いを起こすと、空から何か飛んでくるという噂もありますんで、ちょっと気をつけてやっていきたいかなと思っていますが、はい。ただ、まあ本当にね、そんな中、まあいろいろと、やってらっしゃるもんで活動してるんですけど、まず後ろに大きな、ポスターを貼らせていただきましたが、このパンダ観光っていうのはどんな形で始められたんですか？最初は SIM 案内とかできればいいなってことで、うん、馬車のアイテムを購入して、ほう、パンダで馬車を引いてたんですけど。あ、パンダ馬車をやってたわけですね。そうですね。まあ、それでもやっぱり2008年以降、はいはい、ニュービーの方が、まあ、減って、減って、はい、まあ、案内する必要もないのかな、って感じで。確かにニュービーの人は減りましたね。そうですね。頻繁に見るってことがあまりなくなってきたような感じがあったので。なるほど、なるほど。いや、最初は、パンダ観光でお店をやろうというような形で、パンダ観光にしました。ああ、なるほど。で、パンダ観光っていう観光を始められたわけですね。実際に、はい、パンダ観光はもう始めてどのくらいになるんですか？看板を作ってからは、うん、まあその5月ぐらいからは、まあ4月には難波市民の方に土地は借りてたので、あれですよね、まあ、活動早いですよね。入られて2、3ヶ月でもそこまでやられてたわけですよね。そうですね、2ヶ月目にはもう土地は借りてたんで、すごいな。まあ、いや、それかなり早いですよ。すごい。まあ、単純にものづくりを覚えたいだとか、そういう理由で、土地を借りちゃったみたいな、ね。なるほど。で、ものづくりといえば、まあ、あれなんですけど、この後ろにこう、かごに背負ってらっしゃる、この今、テーブルの上にも置いてますけども、このお野菜。これ、パンダさんが作られたんですよね。はい。野菜は手作りです。手作りですよね。いや、本当になんかね、よくできてるなと思いますけども、このお野菜なんかはどんな風に作られたんですか？これはブレンダーっていうソフトで、スカルプテクスチャーを作って、それに、はい、テクスチャーを貼り付けてるっていう形ですね。なるほど、なるほど。まあ、なかなかね、なんだろう。難しいと思うんですけども、まあそんなね、ブレンダー、私も実はまあちょこっと試してみようかなと思いながら挫折した口ですが、まあそういうのを作り、ものづくりを楽しんでらっしゃるっていう感じですね。ちなみに最近は、はい、観光よりも、その野菜作りの方が中心になっているとお話でしたけども。そうですね。一応看板のパンダ観光のまま続けてるんですけど、なぜか八百屋になってるという。八百屋。まあ、本当にね、ここにね、映ってるお野菜見ていただくとんですけど、大変美味しそうなお野菜がいろいろとできてますけど、なんかこれ、お野菜作る上でもって難しかったところとかありますか？
これはまだ野菜なので簡単なんですけど、はいはいはい、やっぱりテクスチャの継ぎ目だとか、ああなるほどなるほど、実際に SL にアップロードしたら全く、うん、想像していたのとは違うようになっちゃったりするので、うん、そこら辺の苦労はありますね。そうですね、まあ、でもセカンドライフの中でもって八百屋っていうのも本当に面白い試みだなと思いますんで、ぜひとも、その辺は、どんどん進めていただけたらなと思いますけども、ただ八百屋さんをやってものづくりだけではなくて、実際にイベントも結構いろいろとお手伝いをしているという話もありましたね。今現在は特に何かしてるっていうわけではないんですけど、うん、基本その難波支部の、うん、NHK の、まあ、手伝いであったり、なるほどなるほど、実際に、まあお笑いしたりとかはしないんですか？まあないですね。あ、なるほど、裏方に回ってあくまでもお手伝いという形でもってやられてるんですね。補助的なことで何かあれば手伝ってるという形。なんかすごい面白いネタとかたくさんお持ちのような感じがするんですけど、この野菜顔から始まってむしろ下ネタパンダで通ってるので、あ、なるほどなるほど、ちょっと危険な要素が立ち上がって使いにくいのかなと思ったりしてますね。ああなるほど、じゃあ下ネタというとやっぱりあれですね、夜中のイベントじゃないとなかなか披露しにくいっていう、そういうような面もあったのかもしれませんねまあでまあこんな感じでもってね、いろいろ活動されてるパンダさんじゃなくて、あ、すいません、ヌフフさんなんですがあ、押してきましたね。あ、すいません。こういうような、すいません。スタッフの方からですね、お怒りの、イメージ、メッセージが届きましたら、すいません。ヌフフさんの、ヌフフさんでさえ、なんか、はい、発音もあるそうなので、皆さんも気をつけてください。ヌフフさんの、あれなんですが、SL でやっててよかったな、っていうか、まあ、SL って、リアルとまた違って、いろいろな、ね、こともできると思いますし、いろいろなこともあると思うんですけども、よかったな、と思ったのは、どんなところでしょうね。まずネットとかと比較すると、うん、全く関係のない人と会話をすることができるっていうのが一番魅力かなと思ったりしますね。そうですよね。今でもこうやってね、ボイスチャットでもってね、ヌフフさんとお話ししてますけども、これも全然違うところにいる2人がこうやって一緒に話をする。で、なんかこう一緒に話してる感じにもなりますし、なんかこう、私のイメージの中でヌフフさんはやっぱりパンダさんのイメージに、ね、こんなになっちゃうんですけども。でも、やっぱりそういう中でもって、なんていうんですか、こうコミュニケーションを取るで新しい感じで、これは本当に今までのね掲示板ですとかそういうのではなかなか感じにくいとこでしたよね。なんか人と人とのきっかけというのがもうちょっと柔軟になっているような感じがするので、うん、なるほど、多分まだ他にはないのかなって思ってますね。こういうセカンドライフというか3次元の仮想世界の、ね、可能性みたいなものも感じるかなと思うんですけども、ヌフさんはでもこういうまあ仮想世界、まあ、いろいろ中でもって八百屋をやったりとか、まあいろいろなイベントの、ね、支援とかやりながらやってらっしゃるんですけども、将来といったら大げさですけども、はいはい、この先ですね、この仮想世界セカンドライフってどういう風になったらいいなとか、どんな風な感じが理想かなっていう風に考えてらっしゃるんですか？今はとにかくその必要スペックが、うん、普通の水準の PC よりも、うん、高いものが必要されているので、はいはい、確かに。もうちょっと一般の人が参入しやすいようなレベルまでなってくれたらいいのになと思ってますね。それは確かにありますね。多分そこは一番大きな壁だと思うので。ね、なんか友達に入ってって言ってもね、うちのパソコンじゃ入れなかったとか言われると悲しいですからね。多分興味があっても立ち上げてもログインできなかったって人が結構いそうな気もするので、うん、なそういう部分は解消されればなとも思ってますね。やっぱり大きいですよね。でやっぱりね、中でもっていろんな人が入っていろんな体験をすることによってこの世界は膨らんでるような感じしますし、やっぱりヌフさんのようにものづくりをしながら、まあ、いろいろなことをね、観光を始めたりとか、多分この中でのサービスっていうのはまた新しい人が入ってくるとね、変わってくるんじゃないかなと思いますしね。はい、特にね、新しい人が増えたらば観光なんていうのもまたひょっとしたら復活するかもしれませんしね。いや、まあ、テレポート一つ行けるので、もうちょっとガイド的な分かりやすさがしければ面白いのかなと思ってるんですけどね。まあ、でも
テレポートって意外に寂しくないですか？あれっていつも一人じゃないですか？私結構ね、なんかテレポートするとなんかちょっと不安にな、不安まではいかないんですけど、寂しかったりするんで、あれなんですが。と、なんだかんだ話してるうち、すいません、もう時間のようです。早いですね。なんか話してるとあっという間に時間が来てしまうんですが、ここでもってですね、恒例の、コマーシャルタイムということでもって、ぬぐみさんの方から、はい、皆さんにですね、視聴者の皆さんに、一言、いろいろと、メッセージを投げていただければなと思いますので、よろしくお願いします。まず、ナンバシムでスカルプとの野菜を作ってますので、ナンバシムで検索してくれたら、お店は見つけることができるので、野菜を買いに来るときはぜひ、ナンバシムまで来ちゃってください。はい、この野菜は買ってこう家に飾ったりとかなんかいろいろできるんですかね。そうですね、置いたり持ったり、置いたり、あとは改造したりと、いろいろな方法があると思う。モッドもかでもって販売されてるんですか？何パターンかのバラ売りしてるのとかでちょっと仕組みが違うので。ああ、なるほど。じゃあそれはもう、まああとはその、要望があればスカルプと全般、はい、何でも作ったりしますので、できそうなのであれば。いいですね、ぜひぜひ。じゃあそういうような形でもって活動されてる間違いそうになりました、ぬふふさんですね。ぬふふさんにでした。今日は本当にね、お忙しい中ありがとうございました。またですね、機会があれば今度はまた違ったですねお野菜か何かをカゴを持ってきながら参加いただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。